ね、ちょっと聞いてよみんな、ひどい話が一個あってさ、ねえ、大賀さん、あの結構フィギュアとかさ買うんですけど、あのこないだね、あのドラゴンボールのフィギュアズ孫悟空のあの半裸半裸のバージョンの悟空のねフィギュアが出たんですよ。そう、あの戦いで道着が破けちゃってスーパーサイヤ人になってるっていう悟空買ったんですね。だいたい置き配にしてるんですよ、玄関のところに置いといてくれるってやつね。でついこの間なんですけど、インターホンになりまして、置き配なのに。まあインターホンになった場合は大体配達の人、あの辺以外にうちにお客さん来ることないので、それかなと思ってさ出たらさ、あの別の階の住人なんですけどって言われて、別の階の住人？でも俺の住んでる階と階層がね結構差があったから、あの下の階に騒音が響いてるとかその手のやつかなって一瞬ちょっと、まあ別に騒音立ててはないんだけど、まあ、何か何かあったのかなって一瞬ビクッとしたんだけど、でもなんか階層が分かれてるから、まあ、騒音系ではないなと思って、で、まあ、とりあえず出たのよ、はーいっつって。そしたらちょっとこれが届いてたんですけど、私あの間違えてあの開けちゃってみたいなこと言われて、そうなんですかって、あ、わざわざじゃあ届けに来てくれたんですね、ありがとうございますみたいな感じで、まあ女性の方だったんだけど、ちっちゃいお子さん連れの方でまあ多分ね、住んでるのが俺だからさ、男だから荒上陽賀って名前書いてあったから、女の人一人で行くよりはまあ子供でもなんか連れてった方が安全かなみたいな感じで連れてこられたと思うんですけど、間違えて開けちゃってって言われて、まあまあまあ全然大丈夫っすよって言って中開けたらさ、半裸の男のフィギュアが入ってるわけじゃん。ドラゴンボールは有名だけどさ、知らない人は知らないじゃないの。ね、よりによってこれかって。置き配が間違えたのよ。ね、回を。で、あの、で、その人もなんかアマゾンで買い物してたんですけど、から、あの、アマゾンで買い物してたから、うちの荷物かなと思って先に開けちゃったんですけど、中見たらなんか違ったみたいでって言って、届けに来てくれて、ほんと完全な善意なんですよ。完全な善意なんで、その人自体はものすごくいい人なんですけど、中に入ってたのが、半裸の男のフィギュアっていう。まあ、ちょっと、ああって、ああ、いらぬ誤解とかなければいいなっていう風なことがありましてですね。許さんぞアマゾンってなりました。怖え怖え。まあ今ね、多分ね、ブラックフライデーで、そのアマゾンも、あの、配達めちゃくちゃ多くて大変なんだろうけどね。そんな間違えられたことを今までなかったからさ、ブラックフライデーでいっぱい荷物運んでるせいで、そういうちょっと間違い起こってしまっただけだと思うんですけど。まだ悟空でよかった。本当かな。ねえ。味わい飲み干すサイレンナー。